今後週中頃は気温が少し上がっていく予想ですね。はい、そうですね、はい、今週はずっと寒気が主体の天気だったんですけども、はい、その寒気が北の方に後退していくことになりそうなんですね、はい、その寒気の様子ちょっと見ていただきたいと思います。今重ねているのは上空の5500メートル付近の寒気、それと上空の風ですね、風を重ねたものです。はい、現在は北の方からの流れ風によって寒気がこう、ね、南の方まで下がってきているという状況なんですが、はい、注目していただきたいのはこちら、東南アジアの方から南西の風がだんだんと日本近辺にやってくるような状況になってきます。はい、で、日本近辺の方でこの北の方に出っ張るような状況になってくるんですね。はい、これ何を意味しているかというと、南の海上に時計回りの高気圧ができる。で、そこから伸びる気圧の峰というのが寒気を北の方に後退させていくようなそんな状況になってくるんですね。はい、日本から見ると寒気の影響というのが特に、沖縄とか西日本ほど寒気の影響を受けにくくなる。はい、北海道はちょっと寒気の影響を受けてしまうんですが、うん、こういった形で寒気の影響を受けなくなるという状況ですね。はい、で、その、状況というのは天気図で見たときに何がもたらすかというと、今は冬型でだんだんと弱くなってきているところなんですが、はい、月末にここに、前線が出てきます。で、この前線が日本の南海上に伸びてくる。これが東南アジアの方から入ってくる暖かい風の影響なんですね。はい、で、天気は悪くなるんですけども、空気そのものは暖かいものが沖縄とか西日本を中心に入り込んでくるという形になりますので、はい、気温が高くなるということになります。はい、まあ、先々週も、ね、このような現象というのがあったんですけども、うん、まあ、来週も同じような形になるので気温が上がる。ただ天気に関しては、だんだんと曇りや雨のぐずついた天気の方が、西日本東日本で増えてくるという状況ですね。はい、また寒気は西日本、それから南日本沖縄からは去るんですが、はい、北日本はやっぱり残ってしまいますので、うん、北海道では気温の低い状態が続くという形になります。はい、で、気温の方を見ていきますと、先ほど前線が出てましたけども、前線の南側に入る沖縄は25度を超えてくるような状況ですね。はい、夏日になってきます。うん、そして、福岡とか大阪、天気が悪いんですけども、最低気温の冷え込みが非常にこう少なくなってくるというような状況になってきますので、はい、かなりこうね、天気は悪いんですけども、寒さをあまり感じないような状況になってくるのかなっていうことですね。はい、今までの降った雪による積雪の地域につきましては、はい、屋根からの落雪等にも今後注意が必要ですね。そうですね、気温が上がるということは、まあ、いいことだけではないのでね。はい、今週雪の量というのはかなり増えてきていますので、はい、その増えた雪というのはこの暖かさで溶けるということになりますのでね。はい、ご注意いただきたいと思います。はい、今後の気温の予想につきましてはウェザーニュースのアプリよりご覧ください。